アッシュレディオ。さあ始まりました、アッシュレディオのお時間です。おはようございます。おはようございます。まだまだ寒い日が続きますが、あ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。あんまり最近寒いと思ってないな。マジですか。いや、もう2月が一番寒いです。そうなんかな。いや、一番今もう寒いかもしれないです。12月はまだギリそんなに寒くない。1月からだんだん寒くなって2月が一番寒いみたいな。床暖だね。あ、床暖、床暖だね。すごいと思うよ。床暖あるだけで、まあ、僕も床暖がなかったら絶対引っ越さないと思う。快適さが全然違うもんね。あ、床暖房か。なんかあの暖房はなんだろう、なんだろう、こう温まることへのあのトレードオフがすごい。乾燥とかの、あー確かに寒いんでしょ、温めるよ。でもその乾燥はちょっと責任取ってねっていう、そういうスタンス、はいはいはい、確かにそうっす。でも床暖房はなんかもう寒かったことさえ忘れる。あー、乾燥もしないっすもんね。あ、ちょっとするけどね。あ、そうですね。ちょっとするけど暖房ほどしない。へー、確かに床暖房か。なんか温められてることさえ忘れる、心地よさという。なるほど。床暖房がじゃない家はカーペットとかすればいいのかな。あー、どういうこと。カーペットする、ホットカーペット、ホットカーペット。あ、それはめっちゃいいと思う。はいはい、めっちゃいいと思う。確かに。いや、寒いと朝起きれないっていうことに対する解決策が、あの暖房の入りタイマーっていう。ああ、あれすごいですね。なるほど。朝6時にもう着くようにしてる。はいはいはい。そしたらもう簡単に起きれます、ね。これはもう本当にリスナーさん、ぜひ朝起きれない人は。起きれないとかないかな。あ、本当ですか。いや、寒くて起きれない人って多いじゃないですか。え、起きれないってそれなんだろう。もうちょっと寝たいとかならわかるよ。ああ、だから布団から出たくないタイプ。あ、それはわかるよ。それはわかる。あ、それをみんな起きれないって言ってるの。だと思いますけどね。言葉の使い方なんですね。そうですね。それをなんかあたかも自分の能力であるかも。確かに。そういう人は絶対入りタイマーにするといいですね。なるほどね。はい。で、なんか最近寒いですねって話をしてて、ある保険屋の人と、うん、あのイモン。イモンではない。イモンじゃないのか。はい。保険屋の人としてたら、あの12月、1月が一番死亡率が高いデータがあるんです。へぇ。寒いかどうかは知らないですけど。へぇ。面白いね。はい。死亡。なんかデータって面白いよね。はい。データ面白い。なんか、いろんなデータ漫談とかできそうだね。あー、漫談。データ漫談。はいはいはい。じゃあ面白そうですね、それは。で、そのデータに対していろんな考察をしていくっていう。はぁ、あ、はぁ、あ。で、実はこっちのなんか死亡率っていう話と、うんうん、あとは実は、なんとかが始まるのは実は同じみたいな。あ、っていうことはこういうこと言えませんっていうのをなんか面白おかしくいじっていくっていう、はいはい、あ、それ面白そうですね。データ漫談。まあでもワイドショーとかデータ漫談みたいなもん。まあ確かにね。あれなんかちょっとロジックがアホだな。うん。そんなこんなで、じゃあちょっと質問の方に入っていきたいと思います。いきましょう。意識高い系の、挑戦したいけど踏み出せないという人が多い中で、リーツの方は皆さんその壁を乗り越えているように見えます。アシナさんから見て、そこで一歩踏み出せる人、踏み出せない人の違いは何だと思いますか。うーん、まあほぼ才能ですね。あー、才能か。まあほぼ才能であり、ほぼ人口分布。ほう。もうなんかね、もう決まってるんですよ、その。踏み出せる人と踏み出せない。踏み出せる人と踏み出せない人。そうなのか。で、世の中には踏み出せる人と踏み出せない人がいて、はい、踏み出せる人がもう少数派で、うん、踏み出せる人が少数派で、踏み出せないって人が多数派で、はい、でもその少数派をマーケティングしても儲からないんで、うん、踏み出せない人に対して踏み出そうっていう本が入ろう。なるほど。しょうもないよな。うわー、めちゃめちゃ理にかなってます。そうそう、データ漫談。なるほど。え、じゃあ本当にもう9割近くがもう本当に踏み出せないような人です。え、そう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 。なるほど。だからなんかあんまりそのなんだろう、もう人生決まってるから、うん、あんまりなんかその
本当の自分と違うことをしないようにさえしておけば、はいはいはい、人生は絶対うまくいきますよ。なるほど。いや、この質問見て、まあ、絶対足野さん才能っていうだろうなって僕思ってたんですよ。で、僕のこと考えると僕って絶対踏み出せないタイプの人間だったような気がするんですよ。いやいや違う違う、やっぱ違うんですか、ね、もうそれも含めてもうそういうもんなのかも。あーやっぱそうなのか。だって千葉にゴルフ行くたびに思うもん、なんで未だにここに住んでるんだろう。なるほど。確かに六本木に飲みに行くとか絶対ないじゃん。ないっすね。疲労で飯を食うとか絶対ないじゃん。ないっすね。そういう人はそういう人で、そっちがやっぱり幸せ。そうそう、だからなんかそういうのも含めてなんかもう人口的な割合でも決まっちゃうよね。うん、なるほど。なんか社会性ってのは多分そうさせるんだろうね。あー社会性、多分なんかクラスが30人だったら、はいはい、だいたいなんか3人ぐらいがちょっと目立つような悪ガキで、うん、でなんか3人ぐらいがなんか教室の左の前の方でなんか絵を描いてて、はい、で、なんかわけのわかんないことで騒いでるやつが、ま、あの一番右の真ん中辺に2人ぐらいいて、はいはいはい、みたいな、なんかもう。あー確かに。で、なんでそう なるかっていうと、なんかもうその30人のクラスっていうのはもう社会だから、はいはい、なんかその社会の中の役割っていうのが多分勝手にやっぱそうなっちゃう。だってクラス全員が踏み出すやつだったらえぐいことになってると思う。確かにそうですね。なんかのパレートの法則とかまで262になるみたいな、はい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 、あれも自然界の中の社会がもうそうなるわけで、うん、なるほど。まあどんだけすごい人を集めても、すごい人というかまあ同じような人を集めてもそうなるっていう、そうそうそうことなんですね。だから変な話、ネガティブな人を10人集めたら、はい、ポジティブな人2人出てくるよ。なるほどマジでネガティブな人10人ガッと集めたら、はいはい、いやいやそんなさ悩まなくていいんじゃないっていうポジティブ野郎が出てくる。なるほど。そう考えるとビーツもそういう人たちを集め踏み出せた人が集まってるわけじゃないですか、うん、ってなってもやっぱりその法則はあり得ると。そうそうそう、はい、なるほど。でもすごいいつも思うのはゴルフの話に漏れますけど、ゴルフ行ってると、まあ、この間箱根に行った時に、うん、箱根に行く途中の道とかを見てると車で、すごくエモーショナルな気持ちになります、ね、感情的な、はい、なんか地元を思い出すというか、それはそれでいいなみたいな。なるほどね、はい、僕が地元を思い出すのは髪型とか服装を気にしないでママチャリ乗ってる人を見ると地元を思い出すから。女性ですか？いや男性かな。ああ、男性。あ、なんか地元ってやっぱファッションがもう明らかに違うから。そうっすね、確かに。僕社会人になってから都心しか住んでないから、なんか地元に帰った時になんか思う。確かに東京のど真ん中だとなんかさ、どうでもいい格好で歩いてる人ってほとんどいないじゃん、はい、確かにそうっすね。藤田ぐらいじゃない？いや確かに東京で田舎の格好で歩けないですもんね、うん、うわ確かにそう考えるとやっぱ実家に帰るともう何でもいいやと思って、そうそう、どんな格好でもいいじゃないですか。そう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 、でも持って帰るんですね服を。もう向こうでユニクロで買おうみたいなノリで帰ります。ああ、それはなんか素晴らしい、はい、ほぼ手ぶらで帰ります、ね、なるほどね。次の質問いきましょうか。次の質問いきますアシナさんファンを10年近くやってます。すごい、やってる、はい、やってるの。アッシュレイリオも楽しみにしています。ありがとうございます。ところでアシナさんは普段本を読まれたりするのでしょうか。私は30代のビジネスマンで隙間時間にビジネス書を読むのが好きなんですが、アシナさんおすすめの本がありましたら教えてください。で、読む前と後とで自分が変わったと思ったような本があったら教えてほしいです。なるほど。10年間アシナのファンをやってて、アシナが本を読まないっていうことを理解してないのか、もしくは理解した上でそれを逆に聞いてるのか、はいはい、最近読んだ本は予想通りに不合理。ああ、よく最近聞きます。
星野リゾートの星野さんがおすすめだっつって、うん、でそれを読んで、でなんか情報もまあ本も人もなんか僕はもう全部完璧なタイミングでやってくると思ってるから、あんまりなんかそこに抗わないんだけど、だから本も絶対読まないって決めてるわけではなくて、はい、なんかまあ読まない方針なんだけど、良さそうなやつがあったらなんか読んでみるぐらいのノリで、なんだろう、その運命のフローをこう受け入れてる。なるほど。分かりやすく言ったらすごいドンブラコだね。なるほど。川の流れに身を任せてる。はいはいはい。なんか出会いってそういう感じかな。なるほど。最近出会われたのがその予想通りに符号。そうそうそう。うん。内容は。内容は人間は非常に不合理であるっていう。ほうほう。でそれが予想通りであるっていう。で合理的っていうのは、はい、なんだろう、最もプロダクティブな生産性が最も高いっていう状態を本来選ぶべきなんだけど、人間はそういう選び方ができないっていう、はいはい、例えばすごい高級ゴディバの高級チョコレートがあって、はい、ゴディバの高級チョコレートが1個500円のやつをこれがなんと100円引きで400円で売ります、うん、って言われてもみんななかなか買わない、はいはい、でも隣に10円の安いチョコレートが、うん、恵比寿のボンベイの最後に出てくるようなすごい安い5円とか10円ぐらいのチョコレートが、はい、無料ですって言われると、うん、みんな2つの商品が並んでたとしても、うん、100円引きのゴディバじゃなくて、うん、5円引きのそっちの無料のチョコレートを選んでしまう。なるほど。でもこれで経済合理性から言ったら100円引きになった方がお得なんだけど、はいはい、そうですね。なるほど。合理的、そっちは合理だけど予想通りにみんな不合理な方を選んでいく。そう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 。なるほど。っていうなんかその合理性じゃなくて感情だったりとか、はあ、比較とかでしか人は決断ができないっていう。なるほど。そういう人間によって社会っていうのは構成されてるんですよっていう、はあ、でそれを自己啓発的な話ではなくて、はい、どこの大学だっけ、その大学教授が、はい、その実験をもとにそれをこう一つ一つ説明していく。なるほど。なんか人は例えばなんだろうな、コーヒーが、うん、じゃあキリマンジャロの、はい、スペシャリストとかが、はい、焙煎したスペシャルコーヒー、うん、800円です、はい、って言われてもその価値が分かんない。そうですね。で価値がどうやったら分かるかっていうと、はい、これ実はキリマンジャロでドバイとかでは、うん、これ1杯8000円で売られてます。おお。って言われると800円安いねってなるわけ。なるほど。だからその金額っていう、営業マンとかもそうなんだけど、その金額をプレゼンテーションするっていう時は、はい、必ず価値を伝えて比較を用いて金額を伝えないと人には伝わらない。はいはい。価値と価格の落差。そう。例えば今回できたジム&サウナとかも、はいはい、その価値はめちゃめちゃありますと、うん、でこんな風にこんな風なデザインでこんな風になってこんな風にこんな風になってるんですよ、うん、でそれがじゃあ最後にじゃあジムが1万3200円ですって言われても、はい、まあ安いわけじゃないし高いわけじゃないけどなっていう判断になっちゃうわけ。そうですね。でもそれをホテルって一泊泊まったら3万とか5万するじゃないですか、高級ホテルって、はい、それ30日泊まったらもう300万とかするわけですよ。はい。え、もっとする、うん、そうっす。150万、1500万、3万かけ30だったら100万か、100万ぐらいか、そんぐらいです、まあ、100万以上するわけですよ。はい。でそのホテルのフィットネスエリアだけをパチッと切り取ったところに、なるほど、月額たった1万3200円で買えたらいかがでしょう。いやー安いですね。それはめちゃめちゃ安いですよね。っていうことを用いないと人はその判断ができない。はいはい。だからビーツもパーソナルトレーニングが通い放題3万3000円とだけ言われても、うん、なんかこう理解ができない。そうですね。じゃあライズアップとかが40万でやってるって、そう、パーソナルトレーニング高いですね、うん、そうなんです。それを何回でも受けることができて3万3000円はどうですか、ね、めちゃめちゃいいじゃないですか。なるほど。っていうのがまあその本に書いてある話じゃないけど、それ本の話を応用した話だけど、うんうん、だからこのタイミングでその本を僕が読んだってことはなんか、なるほど、なんかあるんじゃないかな。なるほどなるほど。まあチョコの話に戻りますけど、その判断があったら僕だったら普通にそっちのゴディバ買うような気がするんですけど、現場に行ったら違うってことなんですか。いやそうなんじゃない。あとはあれだね、人はお金をもらって手伝うのと、はい、無償で手伝うんだったらどっちが生産性が上がるかっていう。
はいはいはい。普通に、合理的な判断ではお金をもらえばもらうほど頑張るっていうのが、そうですね、普通は合理的な判断になってくるんだけど、でも人はお金をもらわない方が社会性っていうのが生まれて、なるほど、あのじゃあなんかマキのために頑張ってあげよう、うん、マキを助けようっていうのをやった方、無償でやった方があの生産性が上がるっていう。なるほど。でもこれをもし マキからちょっと1000円やるからさ、はいはい、1000円って何買おうとしてんのみたいな、はいはい、その市場性が入った瞬間にその紹介とかそのお手伝いっていうのが全然うまくいかなくなっちゃう。なるほど。でもビジネスマンは合理的だから、そうですね、合理的なビジネスマンはお金払うからさ手伝ってよって言いたくなるんだけ ど、はいはい、でも社会性な人たちがほとんどなわけだから、なるほど、予想通りに不合理なわけで、なるほど、だからそこお金払うんじゃなくて手伝ってほしい、おお、とかこれをこういうふうにしたいんだって話をした方が人がついてくるよねって。なるほど。だからそれに僕その本を僕がなんか手に取ったのも、まあ、手に取ったって言っても Kindle なんだけど、はい、なんかその市場性だけじゃもういけねえなっていう。なるほど。そうですね、最近本当に芦名さんの中でテーマになってます。そう、市場性と社会性、市場性と社会性。まあそんな話をまた質問があればよろしくお願いします。